車の中の源氏は昔をうつらうつらと幻に見ていると、形もないほどに荒れた大木が森のような屋敷の前に来た。高い松に藤がかかって、月の光に花のなびくのが見え、風と一緒にその花が懐かしく送られてくる。橘とはまた違った感じのする花の花に心惹かれて、車から少し顔を出すようにして眺めると、長く枝を垂れた柳も土塀のない自由さに乱れ合っていた。見たことのある木立であると源氏は思ったが、以前の常陸宮であることに気がついた。源氏は物哀れな気持ちになって車を止めさせた。例のこれみつはこんな尾行に外れたことのない男でついてきていた。ここは常陸宮だったね。さようでございます。ここにいた人がまだ住んでいるかもしれない。私は尋ねてやらねばならないのだが、わざわざ出かけることも大層になるから、この機会にもしその人がいれば会ってみよう。入っていって尋ねてきてくれ。住主が誰であるかを聞いてから私のことを言わないと恥をかくよ、と源氏は言った。